カキツの乱。カキツの乱は、室町時代のカキツ元年、1441年に、ハリマ、ビゼン、ミマサカの守護、赤松光介が、室町幕府六大将軍、足利義則を暗殺し、両国のハリマで幕府方討伐軍に敗れて撃たれる、までの一の騒乱である。主にカキツの変と呼ばれることが多い。軍記物語、カキツキには、カキツの乱から、 後の仁義奪還までの赤松氏の事情が記されている。赤松氏は、針馬の地頭であったが、鎌倉時代末期に、赤松の利村、遠信は、五代醐天皇の劇に応じて挙兵、鎌倉幕府打倒に大きく尽力し、その功績により死後に認じられた。しかし、恩賞への不満から、南北朝時代の騒乱では、初代将軍、足利高氏に組みして、 室町幕府創業の更新となり、ハリマの他に、備前、三正かを領し幕府の指揮の一つとなっていた家柄である。大三十四年、四百二十七年に、三つ家が家督を相続したとき、元将軍、足利義持は、ハリマを取り上げて長身である赤松持ただし、三つ家のまたいとこでもあったに与えようとし、三つ家が京の屋敷を焼いて両国に引き上げる事件が、 怒った。吉持は激怒して、三助を討とうとするが、幕府の重臣たちはこれに反対した。そのうち、持帝は、将軍側室との三通が露見したとして、処刑されてしまい、三助は赦免され三カ国の守護職を相続している。吉持の死後に、弟の吉則が六大将軍となると、三助は、侍どころかしら人に就任し、吉則と三助の関係は、 比較的良好であった。四大将軍義持は、王永三十五年、千四百二十八年に、後継者を定めないまま死去した、着難の五大将軍義和は創生していた。宿老による合議の結果、出家していた義持の四人の弟たちの中から、くじ引きで後継が選ばれることになった。くじ引きの結果、天台座の義員が現続して義信と称し、 後に、義則と、改名、六大将軍に就任した。この経緯から、義則は後世に、くじ引き将軍と呼ばれる。当初は、有力守護大名による衆議によって、政治を行っていた、義則だが、長老閣の畠山光家、美保院、万歳、山名時宏の死後から次第に指導力を発揮するようになった。義則は、将軍の権力強化を狙って、しばし、 畠山氏、山梨、京国市、氏氏の家督相続に強引に介入し、一中の者を家督に据えさせた。永響十一年、1439年の永響の乱では、長年対立していた鎌倉久保を、足利持氏を滅ぼした。比叡山延暦寺とも対立し、最終的にこれを屈服させたものの、僧侶たちが根本中道を焼け払って自殺する騒ぎとなった。 足利将軍の中では、父の三大将軍、足利義満に被検修る権力を振るった、義のだが、再疑心に駆られて、過度に独裁的になり、粛清の葉は、武家だけでなく、公家にも容赦なく、向けられた。当時の公家の日記には、些細なことで罰せられ、所領を没収された多くの者たちの名が、書き連ねられている。中には遠投にされたり、殺された者もいた。 藤見宮貞沢深信は、関門日記で吉典の統治期を、白氷を踏むの時節と表現し、比叡山炎上の噂話を禁じた、際の記述、万人恐怖は、吉典の統治期を物語るフレーズとなっている。この頃、幕府の最長老格となっていた赤松光介は吉典に疎まれるようになっており、影響9年、1437年には、針間、 未まさかの所領を没収されるとの噂が流れている。吉則は、赤松市の所領の赤松正村、持邸の老いを長愛し、永京12年、1440年3月に、摂津の赤松義正、三つ助の弟の所領を没収して、邸村に与えてしまった。このため三つ助は5月頃に病気と称して出資しなく、なった。同じ頃、山と出陣中の守一式義綱と、 時も地雷が吉則の命により中殺された山と影響の乱。かき元が案年、1441年4月、持ち氏の維持の春を丸と、安を丸を擁して、関東で挙兵し、1年以上にわたって牢城していた、有城氏友,友の有城城が陥落した、有城合戦。捕らえられた、春を丸、安を丸兄弟は、護送途中の身のたるい塾で斬首される。これより、 さきの3月、出奔して、マトで挙兵し、破れて遠く、日向へ逃れていた、吉則の弟の大角寺吉明も、島津忠国に殺害されてを、吉則の当面の敵は皆消えたことになった。6月18日、吉則から、家督介入の圧力を受けた、徳かし教科が蓄点、弟の大工が後を継いだ。23日には、平持助が出奔している。 6月24日、三助のこの教皇は、有機合戦の縮小の縁として松林、赤松林、赤松市伝統の縁王を献上したいと称して、西の東院二条にある屋敷へ吉則を招いた。柿月ききによると、鴨の小岳三壁と招いたという。この縁に昇願した大名は官僚細川餅の畠山餅長、山名餅豊、一式教王や、 細川持常、ね、大内持よ、京国公数、山名弘式、細川持春、赤松忠村で、吉典の介入によって、家督を相続した者たちであった。他に、久家の大木町三条実政、大木町三条工事の父、吉典の正室、大木町三条陰子のニ位らも随行している。 一同が猿楽を鑑賞していたとき、にわかに馬が放たれ、奥の方から鈍くと驚く音が聞こえた。吉則は、何事ぞと呟き、傍らに座していた、大町三条実政は、雷名でありましょうと答えた。その直後、障子が開け放たれるや甲冑を着た、武者数十人が、縁の座敷に乱入、吉則を残殺した。吉則の首を取った者は、浅香幸秀と伝えられる。 主演の席は、血の海となり、居並ぶ守護大名、金樹たちの多くは即座に退出した。抵抗をしたのは、守護大名の大内持世、京国光寸、金樹の細川持春、山名広式、総州の演算坊のみであったとされる。山名博高は即死、京国光寸と大内持世も、瀕死の重傷を負い、後日死去した。 細川持春は片腕を切り落とされ、大木町三条実政は、献上された立ちをつかみ歯向かうが、切られて率倒している。庭先に控えていた、将軍警護の総集と赤松氏の武者とが切り合いになり、平によじ登って逃げようとする初代名たちで、屋敷は修羅場と化けた。赤松氏の家臣が、将軍を撃つことが本願であり、他の者に危害を加える意思はない胸を告げることで、 騒ぎは収まり、負傷者を運び出し、諸大名は退出した。貞田草親王は、関門日記において、赤松討ちたるべき奥和手露見の間、遮って討ち申す。赤松を討とうとして、露見して逆に撃たれてしまったそうだ。自業自得の糧、程、無力のことか。将軍これの除菌の時に、箱来その霊を聞き飾ることなりと評している。 官僚細川持ちこれをはじめ、諸大名たちは、屋敷へ逃げ帰ると門を閉じて引きこもってしまった。彼らは、赤松氏が、これほどの一大事を引き起こした以上は、必ず同心する大名がいたに違いないと考え、形勢を見極めていた。佐田不佐神も、諸大名が関与していたのではないかと観測している。実際には、吉野リアンは、赤松氏による単独犯行であった。 三つ家ら赤松一族はすぐに幕府軍の追っ手が来ると予想して屋敷で自害するつもりでいた。ところが夜になっても幕府軍が押し寄せる様子はなかったため両国に帰って抵抗することに決め屋敷に火を放つと将軍の首を槍先に掲げ隊列を組んで刑を退去した。これを妨害する大名は誰もいなかった。翌二十五日ようやく持ち野は表情を開き 吉典のりの着室や茶丸、足利義勝を直将軍とすることを決定し、吉典時代に失脚した人々の赦面を行っている。二十六日に、義勝を万所出自、伊勢佐国の屋敷から室町でに移している。しかし、幕府の対応は混乱し、赤松討伐軍は容易に編成されなかった。これら幕府の対応の混乱は、 義しの将軍親政策の結果という見方もできる。強力な指導力を持つ将軍がいたため、緊急時に官僚以下の幕臣が指導力を発揮する機会がなかったということである。実際、赤松光助を幕政から退ければ、将軍申請はほぼ確立したはずであった。将軍が殺された時に官僚でありながら戦いもせず、真っ先に逃げ出そうとした持ちこれの臆病ぶりは、 嘲笑され、持ちこれが光つと結託しているという噂まで流れたが、実際こうした幕府の対応の遅さに、赤松氏に有利に事態を収集しようとした持ちこれの明確な意図を読み取る見方もある。本拠地の針間坂本城に帰った光つは、足利忠冬、足利高氏の諸子、忠義の養子の孫の義存を探し出して擁立し、大義名分を立てて、両国の守りを固め、 幕府に対抗しようとした。七月一日、木に誠しべが、坂本城を訪れて、吉典の首の返還を求め、三つは首を返還した。真しべが京都へ首を持ち帰り、六日に、当人で吉典の葬儀が行われた。その後、細川持常、ね、赤松忠村、赤松光つの大手軍が摂津から、山名持とよら三名一族が、田島、 後期から張馬、備前、三正へ進行する討伐軍が決定した。大手軍は7月11日に発行したが、事実上の総大将であった侍どころかしら人、山名持豊はなかなか刑を動かなかった。その間に、持豊配下の兵士が、陣立てと称して、落中の土葬、七夜を襲撃して、財物を強奪した。さらには官僚細川持野の,の軍病からも押し替えを、 行うトラブルを起こし、数日経って、ようやく持ち豊が陳謝するという事件が起こっている。7月初旬に、三名京清が法規から三正坂へ侵入した。同地の国人はほとんど抵抗せず、三正坂は三名勢に制圧された。細川持常、ね、赤松正、村らの大手軍は、摂津国西宮まで進出。25日に、赤松和康は、 幕府軍に野衆を仕掛けるが、同志討ちが起きて退却している、倉御所合戦。大手軍は、戦意が低く、田島くじの山名餅豊が動かないため新軍を止めてしまった。餅豊は7月28日に、ようやく刑を発し、田島へ向かった。8月1日、餅野は赤松討伐のための地罰臨時を創生した。釘の中には三つ助に同情する者や、赤松氏は、 将軍家の家臣であるから打つのに、臨時は必要ないとと反対する議論もあった。しかし、御花園天皇は積極的であり、自ら臨時を添削して、これを認め、大町三条を祈る宮尾を介して、後人奉行である飯お試しに手渡された盾内記。また、村上源氏の小賀の清道がこれを機に、足利義満の時代に奪われた。 源氏長者の地位を取り戻すべく活動をしていたが、幕府は何の対策を打ち出せなかった。11月2日に清道は、源氏長者に部任されている、供養部人。8月19日、摂津の大手軍が動き、細川持常、赤松忠村は、陸路から細川持親、細川聖春の父は、海路から塩や、神戸市の教皇の陣を攻撃した。 教皇は地の放棄して蟹坂へ交代し、大手軍はようやく張り前入った。二十四日、教皇は逆襲に出て両軍は激しく戦う。二十五日、大雨の中を幕府軍は蟹坂の地に攻撃を行った。教皇は奮戦したが、田島口が突破されたとの方、巨峰であったを受け、戦意を失って坂本城へ退却した人丸塚の戦い。 8月中旬、山名持豊は4500機を持って、田島、張馬国境の眉美峠に攻め込み、この方面を守る赤松義政と数日にわたり、攻防があった。28日、持豊は眉美峠を突破し、退却する義政を追撃しつつ、坂本城に向かって進軍した。30日、両軍は田原口で決戦を行い、 吉政は前線するが力尽付き配送した。九月一日、持ち豊の軍勢は、坂本城へ至り、持つねの大手軍と合流して包囲した。守護所の坂本城は、要害の地とは言えず、三日になって三助は城を捨てて、城山城、兵庫県辰野市へ移る。赤松一族は、城山城へ牢城するが、三名一族の大軍に包囲された。九日、 吉政が逃亡して、幕府軍に降伏し、針馬の国人の多くも、赤松氏を見放して逃げてしまった。10日、幕府軍が総攻撃を行い、覚悟を決めた三助は、今日、甲野弟の則重を城から脱出させ、切腹した。山名持というは、三助を討ち果たしたことによって、針馬守護職を与えられ、備前守護は、山名則行三正守護は、 三名京清が認ぜられた。また、摂津の中島軍と張馬の赤氏、加藤、美濃三軍は御領所となり、中島軍は細川持、剣、張馬三軍は赤松光鶴が文軍守護となった。しかし持と豊は軍公として張馬一国支配を要求し、文安元年1444年1月に万世は失脚して三軍も持と豊の支配下となった。 万世はこれを不服として、針まで拒兵したが、文案2年、1445年に殺害された。足利義満時代の明徳の乱で敗れて低下した、山梨の勢力は大きく拡大し、細川氏と力を競うようになる。吉勝、足利義政と幼少の将軍が続いたこともあり、義政成人までの幕政は、守護大名の合議によって行われた。8月、 東伐軍が西国へ出征している隙をついて、下吉の土一機が発生。要求を認めて、特性令を発布したこともその一環と言える。また、持ちは6月25日の表情で、吉則に処罰された人々の斜面を決定したが、吉則に更迭された畠山持国が上落し、逆に吉則に当主とされた、持国の弟持長が逃亡して殺され、持ちこれの官僚辞任後に、 も国が官僚に就任した。も国は、自分と同じく吉則に処罰された人々の復権を、はかり、反発した細川氏と対立、大名家のお家騒動を引き起こしていった。脱出した教皇は、岐阜の王河地武島屋を頼るが拒まれて自害し、三助が擁立した、偽存も打たれている。三助の弟の吉政は一族である、万世の陣に出頭して切腹し、 息子千代丸、後の赤松時勝の育成を託した。またもう一人の弟であるのり主家は、九州に逃亡し、一時は朝鮮に渡るなど、活躍したが、文安五年、1448年に、河内で撃たれている。京徳三年、1454年に三助の老いの、赤松の高が、赤松司最高を掲げて、針馬に侵入したが、敗れて、餅豊に討ち取られた。 文家の有馬市出身の有馬持家、元八夫氏は八大将軍、足利義政の側近として活動してたが、それぞれ万世、乗高の反乱に連座して、隠居に追い込まれた。夏吉三年、1443年9月、河南朝勢力が五所に乱入し、三種の神義のうちの神事が奪われる、事件が発生した、金結の変。赤松氏の維新は、 後南朝勢力に潜入し、長六元年、1457年12月に、神事を奪還して、後南朝の後営を殺害した、長六の変。この功により時勝の子、赤松正則は、赤松氏の再興を認められ、加賀藩国守護に任ぜられた。応仁の乱では、丘陵の三国をめぐって、山梨と争い、三国守護の座を奪還した。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。